公園である。一部造成中。東伏見駅と西部柳沢駅の中間、西東京市東伏見から柳沢に位置する面積13.7ヘクタールの総合公園であり、公園区域には伏見通りや石神井川が含まれる。2013年に開園した比較的新しい都立公園である。周辺は東伏見稲荷、神社、石井川など、 史跡や自然環境に恵まれている。さらに、都営伏見二丁目住宅の緑地と、東伏見公園、東伏見緑道公園が隣接し、石神井川に沿った遊歩道で下付谷遺跡公園と武蔵関公園に動線がつながる。敷地は隣接する東伏見成神社を含め、公園区域全体が高台にあるため、見晴らしが良い。園内には、 ボール遊びができる多目的広場、西部新宿線をまたぐ立教と展望が良いあずまや、富士山を望む丘と最大の目玉である全長約40メートルのローラー滑り台がある。その他に子供向け遊具と大人向け健康遊具が設置されている。大規模災害時の活動拠点としても想定されているが、2019年現在マインホールトイレや、 災害備蓄倉庫などの専用設備は設けられていない。かつて、都営住宅の仙台山住宅があり、最寄りバス停もその名のままになっている。住宅撤去後は仙台山広場となって、周辺住民がボランティアで整備していた。公園区域に含まれる石神井川では、川遊びができるよう、貸しが管、傾斜化された浸水広場として整備された。 それにより、東伏見石寺川緑地によって、東公園は、武蔵関公園まで接続された。東伏見公園の丘から望む富士山、東伏見公園区域内、石神井川浸水広場、東伏見公園敷地内、石神井川浸水広場と、壮大東伏見キャンパスウィンドウ上園内は、全体が高台になっていて、多くの場所から富士山が望める。中でも、 園内最高部の丘からの眺望が良い。東公園は、東伏見の代名詞にもなっている、東伏見成神社と隣接する。2001年に等身された、整備計画によると、同神社と接続する丘は、神社の森と一体化する形で森林が整備される。食事はすでに完了している。都市計画名称、宝野都市計画第5.51号東伏見公園。 管理は、東京都西部公園緑地事務所。都市計画道路仙台山、広場草刈りの報告ボーイスカート西東京第二、段法屋市、法屋ところどころ1990年1963年の空中写真稲荷神社北側は、住宅地になっている。ありがとうございます。